こいつがボスだ。こいつ倒すじゃん。で、これ光ってるのがあるじゃん。これ急所なんだ。急所でやるんだ。ここや。はい、一人でできるものの中の人です。はい、ミンレポ2回目ですね。今回はこちら紹介しました、蒙古タンメン中本の北極ラーメンね。これ有名ですよね。僕も実は、こちらね、お店の方に行って食べたことあります。カップラーメンじゃない本物食べたんですけど、まあひたすら辛いと、ひたすら辛いね、ひたすら辛いですね、蒙古タンメン。先ほどもむせてしまいましたけれども、ただ、ね、僕が蒙古タンメン中本さん好きなのは、辛さの中にもちゃんと旨味があると。こちらはあれですね、極辛味噌味となってますけど、実際ね、辛いです、ね、美味しいんだけど辛い、辛いのが苦手な人は食べれない、ね、辛さ上級者向けということで、ただ、非常にね、好きな人にはたまらないやみつきの味になっておりますので、ぜひ蒙古タンメンね、中本北極ラーメン食べてみてください。あ、こちらはですね、フルスリーさんとクレハさんがレビューに書いてくれてましたね。僕もね、これカップラーメンになってる知らなかったんでね、レビュー見て、あるんだと思って思わず買って、動画撮ってしまいましたね。皆さんもぜひ、ね、辛いのに自信がある人は挑戦してみてください。はい、はい。